今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、久しぶりに久しぶりにこのやりましたね、やりましたね、このお約束のやりましたね、はい、ということで、うん、200人を超えました、超えました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今見ていただいている方チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。すいません、はい、あのチャンネル登録者数が233人、現時点7月4日でございます、はい、行きましてですね、ちょっと定点観測、100人の時もやりましたね。50人と100人の時にやりましたね、はい、50人の時は始めた年の大晦日の時に8ヶ月後に50人行きましたと、で、そこから3ヶ月経って、3月に今年の3月に100人行きました、っていう定点観測を取りましたと、で今年中、今年の年末までに1000人行きますかねみたいな、計算的には行きます。計算的にはで、この50人の時に3月ぐらいに100人になって、はい、6月ぐらいに200人になるって僕言ってたんですよね。なるほど。この間動画を見たら、なるほど、あ、ほぼ計算通りだなと思ってて、まあ、若干遅い感じ、1ヶ月ぐらいの、まあ、誤差の範囲かなとは思うんですけど、はい、でその計算でいくと来年の1月ですよに1000人、うん、あの YouTuber として認められる認められる1000人今はまだ、あの何のものでもない、何のものでもない無造無造の無造無造 YouTuber ですと、でこれからね、ありがとうございます感想あります？怖いのが先ですね。あ、何が怖いんですか？このまま増えるのか。このまま増えるのも怖いし、200人に行ってしまったっていう怖さも、だ全部、あ、これエニアグラムの見ていてくれる方だと分かりやすいのが、このエニアグラムでいうとタイプ6というところに属しており、基本、まあ、日本人に一番多いと言われる、石橋を叩いて壊す、あの不安が強いタイプ、不安を持っている人、ってよく言われる、そういう分類のものがあるんですけど、それでいうとこでもうまさしくね、もう不安でしかないんです、その200人超えてしまった、超えてしまった、なんかいいことやらなきゃっていう責任感ですよね。責任感から生じる不安と、増えるのかな、増やしたいって思いがあって、増えるのかなっていう、1000人行くのかなっていう不安、っていう不安と、うまくできるのかなっていう不安しかないけど、あの承認欲求も強いので、ちょっと嬉しかったりもするっていうところでございます、どうですか？僕はあんまり不安はないですよねなるほど、ないというか、なん、まあ200人超えたのは嬉しいです、はい、で、あの今までのが計算通りに増えてるので、はい、お、これ1月に行くんじゃないかっていう期待が持てて嬉しいっていうところですね。これあの、エニアグラム的に言うと、当たるというか、見事なのが、これあのタイプ9という楽観タイプなんですけども、出てるんですよ、それが面白いです、ね、面白い具合に出ている、で、まあ、今後ね、この M8 招待、まあ、招待から中隊になるのか、なるのか大隊になるのかっていうことは、1000人超えたら中隊ですか？中隊になるのか、まあまあ、ここのメンバーが増えると中隊になるのかちょっと分かんないんですけども、まあ、今後ね、どうしていこうという編集会議みたいな、何を、そうですね、今エニアグラムがほぼじゃないですか。そうです、あの初めにやっていたのが、なんかその男女間の、あの男女間から来る、まあその時はちょっと私不安って言ってるんですけど、その人口減少がとか、あのカップルがうまくできてないのかっていうのを取り上げたりしていた時は、まあ全く伸びず、あの岡田斗司夫さんがガーファを取り上げた、じゃあガーファを喋ろう、でも全く注目されずみたいなところを初めの方やっていたんだが、途中でそのエニアグラムの紹介をしだして、なんか伸びたなっていう気持ちがあります。これでも最初からエニアグラムはやってますよね、最初の方に、まあ、あのいろいろやる中の一つとして、なんか自分が今こうやっていろんなことに反応してるのは、エニアグラムっていうので
見事に言い表されているんですみたいな話はしましたね、うんうんうん、でそこからずっと多分、はい、エニアグラムをやり続けたからエニアグラムの人たちが集まってきてると思うんですよ。エニアグラムに興味のある人が来てくれている、来てくれている、ありがとうございます、はい、なの で他のやつは単発なので、なるほど、この集まりようがない、まあ、うん、令和抗菌糖とか、そうそう単発なので、はい、こう集まりようがないみたいなところですよね。やっぱりその、うん、そうか、別にヒカキンとか、うんうん、東海オンエアじゃないから、うんうんうん、そのこの人たちに興味があるのではなく、そうそう、そもそも僕たちのことはみんな知らない、どうでもいいわけですね、多分、うん、我々のことは。200人になっても、はい、まだ200人じゃないですか。もうじゃないんですね。まだ200人ですよ。この登録してくれてる人が200人じゃない、ヒカキンとか何百万人、そうです確かに何百万人って人がヒカキン知ってるんですよ。で登録者数が何百万人ってだけで、っていうことはっていうことは知ってる人なんかもっとですよね、もっと多いってことですね、うん、はい、ってなると、確かに僕も登録してないけど、うん、知ってますもん、知ってます、顔も知ってる、顔も知ってる、どんなコンテンツをやってるとかも知ってる、うんうん、でそんなチャンネル登録はしてないけど知ってるわけじゃないですか、はい、だけど僕たちのことは知らないんで、僕たちがどんなにいいことを話したとしても、はいはい、届く人が少ない今は、なるほどっていう状態なので、あ、物事の真理をついたとしてもそうそれが広がらないんですね。で、まあ、たまたまどっかの有名人が見てこれすげえって言ってツイッターとかでポンってやってくれれば、あ、ジャスティンがね、やってくれれば、はいはい、バンといくかもしれないですけど、はい、まあ、そのジャスティンに届く可能性がまだないってところじゃないですか。 ないですね、はい、なのでエニアグラムはこうずっとやってきたんで、はい、エニアグラムの人たちに徐々にこう届くようになったっていう。ありがとうございます。はい、なのでそういう柱が欲しいってところですよね。なるほど。他にもで考えるに、うん、エニアグラムは、うん、僕も今後もやっていきたいと思っていますと、うんうん、面白いから、うん、やっていきたいけども、なんかいろいろね、こういうその、うん、アドラー、うんうん、嫌われる勇気、幸せになる勇気とか、うん、まあ、そういうのがあの出るにつれ、うん、こういう、まあ、自己啓発というんですかね、こういうの、うん、なんか世の中役に立つものが多分いっぱいエニア以外にもあるわけじゃないですか、はい、で、うん、そういったものを、まあ、読むじゃないですか、うんうん、読んで、うん、閉じるじゃないですか、うん、もう何が書いてあるか忘れるんですね、うん、忘れるし、なんかこういうのって、うん、なんかその一人の人、うん、まあもちろ ん, なんか何人かに聞くような、うんうん、広い感じで書いてありますけど、うんうん、基本なんかそのやっぱりなんで範囲がなんていうの、広すぎる、範囲が広すぎるので、なんか閉じるとあれ何をやればいいんだって、そうですね、なんかすごいいいこと書いてあったけども、こう読んでるうちにだん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 記憶がこう移ってきますもんね。そう で, で最初の方はあれ何書いてあったっけ、あ、そうそう、でいいことが書いてあるけど、うん、あれ俺でこれで何をすればいいんだっけ、いや、うん、なんか麻薬と一緒なんですよ、うんうん、気持ち読んでる時は気持ちいい、うん、おっしゃる通り、アドラーすごいってなるんですけど、うんうん、はてと、うん、ってなっているところに、でもエニアグラムはなんかこうしなければならないっていうのがなんか個人別に処方箋が与えられている感じがするので、なんか組み合わせられるんじゃないか、うん、ウィズコロナじゃなくウィズエニア、うん、なんかそのエニアグラムこれ発信することによって、はい、この僕たちの私たちの、はい、認識、はいはい、この本に、例えばアドラーだったら、はい、アドラーに対する本にアドラーの認識が高まるとは思うんですよね。で、多分幅広くやっちゃうから意識がこうだんだん分散されて全部が薄くしか記憶できない、はいはいはい、けどこう一部をエニアグラムだったらこう9つのタイプがあって、はい、1から順番にエニアグラムはこんなもんですよっていう、まあ、動画もありましたけど、ありますね、はい、1はこんな風です、1のウイングはこんな風ですよって一つ一つピンポイントで紹介してるじゃないですか、今やってますね、うん、順番に、はい、そんな感じでアドラーとかもやると面白いんじゃないかなって今今思ったずっとこの話を今日していたのに今思ったっていう。なるほど、うん、あとこの例えば
嫌われる勇気を、うんうん、例えばここに出てくるのは、うん、青年と鉄人、うん、鉄人っていうのは哲学の人、うんうん、でアドラーの紹介をする人、うんうん、でもう一人は悩める青年が出てきますと、うんうん、でその青年の悩みを一つ取り上げて、うん、それについて話すそうなるほど、うん、そうするとちょっと面白いんじゃないかなんかアドラー嫌われる勇気の要約みたいな動画はめちゃめちゃ上がってますよ。いろんな著名な方がやってます、うん、でいろんなのを僕も見ました。はい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 、見たけどどれがこうインパクト残ってるかっていうと、まあ、あっちゃんぐらいですよね。あっちゃん、はい、あっちゃんは話し方がプレゼンが圧倒的にうまいってところでプレゼンうまいなーで見てるんですプレゼンうまいなーっていうこう意識がアドラーじゃないですよねっていうところの記憶が強くなってる、はいはいはい、けどこうピンポイントでここばっかりそれあっちゃんの盲点ですねプレゼンうまいなで見ちゃうプレゼンうまいなっていう感じ、はい、すげえなあっちゃん、まあ、だからアドラーすげえなよりあっちゃんすげえなですよねなるほどなるほどっていう感じになってるのでこうピンポイントでこう、はい、僕たちのノリでこう話できるとあそうよく最近言われて嬉しいのは、うんうん、なんかラジオ感覚で聞いてますと、うんうんうんあ、それいいなとだからラジオ感こんな感じですよねそうですね、うん、もちろん正解はないですと、うんうんはい、ただまあ、うん、こういう考え方もあるよね、うんうんまあ、とても偏っているかもしれない、うん、でまあ僕たちの考え僕の考え二等辺の考えみたいな感じなので、はいはいまあ、正解とか不正解とかもそもそもないで、まあうん、あとはその今ちょっと気に入ってるのは、うん、いろんな方がメッセージをくれる、うんうん、考えをくれる、うんうんっていうのはとても嬉しいと思っていて、うんうん、あじゃあそうします、うん、あいいですねみたいな、うん、このやり取りってなかなかいいなと思っていて、うんうん、これが100万人とかいくとできなくなりますけどねそうなんですそれはちょっと寂しいところですよね、うん、でアドラーはもちろん、うん、最近そのこのウィズエニアウィズエニアをいろんなのでやりたいと思って、うんうん、NLP とか、うんうんうんマインドリーディングでしたコールドリーディングでしたコールドリーディングまあメンタリスト系ですよねはいというのも、うん、あれもなんかまあ万人向けなものを、うん、あのウィズエニアってやるだけで、うんうん、もうちょっと個人的な処方箋に、うんうんうんまあ、行動心理学的なのができるといいかなと思って、うんうん、多分このタイプにはこれが効くとかっていうのがあるんでね ありそうな感じがしますよね、うん、そうするとまあ、うん、なんか恋愛にも活用できるとか、うん、恋愛ウィズエニアそう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 は恋愛はありますよね恋愛はあると思いますよ僕今すごいタイプ4の人、うんうん、タイプ4っていうのは、うんまあ、芸術家気質で、うん、個性的な人個性的な人、うん、で個性的じゃないと私は生きていけないと思っているような、うんうん、あの悲劇のヒロインみたいな人です、うん、個性的であることが自分の価値だっていう、はい、僕その人とちょっと今恋愛したいです、うんあ結婚はしてるのでしないんですけどもあそういう人がいるんじゃなくて何となくタイプ4がみたいな話そうタイプ4の人にちょっとこんなことをしたらうまくいくんじゃないかっていうのはやっぱりあるのでなんかそういうのもお話できればな、うん、であと僕そう思ったのが、うん、その梶原さんの動画を見ていて、うん、やっぱり見ているのは圧倒的に小中高生、うん、小中高生あ、まあ、小中高生が多いみたいなことを言っていたんですね、うん、うちのチャンネルは違いますけど、ね、そう我々のチャンネルはあのアナリティクス見ると25以上なんですよ25以上の女性ちょっと多め、うん、あまあでもほぼ半々ぐらい、ね、半々ぐらい、うん、でジュニアさん、うん、千原ジュニアさんがやってる番組は、うんうんうん、ローのなんて言ってたんですね年寄り気味の男が9割って言ってたんですねあそれぞれですね、はい、で梶原さんは、うん、いやあの、うん、圧倒的に見ているのは小中高生ですと、うん、なんでちょっとそこを意識するとみたいなことを言ってるのを見て、うん、そうかと我々のところにも小中高生はいないぞと、うん、だとするとなんか学校の悩み、うん、なんかその友達関係とか、まあ 恋愛まあ、恋愛もそうですし、うん、あとそのまあ会社でもそうなんですけど、うん、グループ、うん、派閥、うん、グループ、うん、でよくその中高生の、まあ、昔思い出してくださいよと、うん、中高生の頃に
ある女子が急に違うグループに、あれ前までこのグループにいたのにこっちのグループに行ってるとかっていうのがよく散見する。で今じゃあ我々の見てくれてる方々向けに話すと、いや親世代これから息子娘がね小中高と上がっていく中でそういうところに入っていくわけですよ。我々があの命をかけて命がけで、あの自分の自尊心をギリギリ保ちながら歩いてきたところをこれからで、多分この心配しすぎるのも多分私の6っぽいところなのかもしれないんですけども、この悩んでる小中高生にもね、何かその悩み、なんか友達悩みって入れた時にポコって、いやどうもお兄さん、お兄さんがねってラジオの電話相談みたいな出てこれないかなって、夏休み電話相談室ですと、もうここで電話した感じですかこれあ、でもこのできますよね、やろうと思えばスカイプとかスカイプとかズームとかで、まあ、顔出しなしでもいいですけどね向こうは、っていうのに少しはお役に立てるのかな、お兄さん、お兄さんお姉さんいなかった急にお姉さんになっちゃいましたすいません、お兄さんお姉さんねと、お兄さんお姉さんも取ってきたよと、その道、命がけで聞いてあげようと、エニアグラムという、エニアグラム、アドラー、アドラー NLP、マインドリーディングの知識を生かしてあげるよと、でできないかなってちょっとできる、まあやるのはありですよね、来るかどうかは別として、来るかどうかは別として、はい、でまあ電話で来るかどうかもあるんで、はい、メッセージなら来るかもしれないじゃないですか、はい、なんでまず今一つこの定点観測、編集会議、編集会議、これ実は第3回なんですけど、第3回のこの定点観測編集会議で一つ決まったのは、アドラを細かくやっていきますと。そう、エニアのようにこう。あ、これあれですね、あの、ダウンタウンの漫才と一緒ですね。なんかあの島田紳助が評したのは、なんか俺たちの漫才は、バーって流れを一気にやるのを、ダウンタウンは平安時代、ここ平安時代のこの事件っていうのを漫才にして、要はスピード感のあった漫才から急にゆっくりと喋るような話をしたって言ってたんですけども、まさにですね。それですね。あのアドラーのやつ、アドラーの悩みワードを一個ずつちょっとやってみる。そうそう、嫌われる勇気の困り入れ版ですよね。はい。細かくこれをちょっと、でこれを、まあエニアグラムっていう分類、人を分類する2000年以上前から伝わってきているものをちょっと加えて。加えて。なのでこのエピソードによっては。多分このタイプの人にはあんまり響かないとか、このタイプの人にはすごく響くとかっていうのが多分出てくるんじゃないかなっていう、はい、で全部でやっちゃうとこう曖昧になっちゃいそうじゃないですか。いやもうあのドラッグストアの薬ですよねそれは。なのでこう細切れでこのエピソードは、あこれタイプ6向けですねとか9向けで、急に薬剤さんが入ったそうそうっていう調合しましょうみたいな、はい、なんで嫌われる勇気の薬剤師としてちょっとずつあの個人個人分かりやすくやってみると、エピソードを踏まえつつ、はい、っていうのが一つ決まりました、はい、ありがとうございます。そうするとこう僕たちも楽ですよね、一冊まるまる読まなきゃいけないのと。じゃあここそうなんですよ、あの読むと読んでいくと忘れ、前のことは忘れちゃうので、前の方忘れてて何回も読まないとっていうなると、はい、そうで、これ僕実はもう何回も読んでるんですよ、何回も読んでるけど忘れるんですよ、はい、っていうのがこう今週はここの一冊の部分のここの部分だけをやるってなると、青年と鉄人のこのエピソードだけやる、はい、でやると結構理解もそこの部分だけ深くなりそうじゃないですか。そうですね、承認欲求を手放せって言われても、言われてできるようなもんじゃないですよと、あと自己肯定感じゃないんだと、自己の肯定、自己理解でしたっけ、何でしたっけ、自己需要です、自己需要、自己需要、受け入れる、100点に近づくにはどうすればいいのかを考えるのが自己需要です、自分を100点なんだ
って思うのが、うん、自己肯定。自己肯定、うん、で60点の自分をそのまま60点として受け入れて、うん、100点に近づくにはどうしたらいいのかって考えるのが自己需要です、うん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 、で言われても自己需要ってなんだっていうのは、私これ買った時はエニアグラムを知らなかったので、そっかそれでいいんだって閉じるじゃないですか。迷うんですよ。迷いますよね。迷いますよ。で迷ったのがこの本なんですよ。迷ったじゃないかって怒ってきたのがこっち。なのでやっぱりあの処方箋は必要だと思うんですよね。そうなんですよ。その事故って何ですか。事故って僕の事故って何。まさしくエニアグラムですね。そうなんですよ、うん、そうなんですよ、うんうん、自分がどのタイプかみたいなのってこう自分を受け入れる第一段階かなみたいな。なのでこの今エニアグラムっていうのを知らずに、うんうん、今まで見てくれた人がいるならば、うん、ぜひねこの過去の動画をあのとまたこれからもやるんですけども、うん、嫌われる勇気と合わせてエニアグラムっていうのを知っていただくと、うんうん、そのよくエニアグラムか言われるのは羅針盤ですと、うんうん、船に乗った時にどこに向かってどこに向かっていけばいいのかっていうのが分かるのが、うん、よくエニアグラムで例えられる、うん、そうですね。なんでぜひこの我々がこれからやろうとする、うん、アドラ、うん、ウィズ、エニアを、うん、と思っております。ありがとうございます、はい。